こんばんはです。おちびちゃん。今キャンプ場にいます。ちょっと今小さく、人のサイトの横を通るんで小さい声で喋ってます。よいしょ。あらら、ちっちゃいちっちゃい。早いね。よいしょ。よいしょ。シェフの食事を食べまして、いただきまして、でその後4人でちょっと酒盛りをしておりましてですね、大変遅くなりました。よっ、ちょっとブラシを忘れた人、ここ置いときますよ。あ、よしさん、こんばんは。はい、こんばんは。今日はすごい強風で大変でさ、はい、そうそう、ディナーめちゃくちゃ美味しかったんですよ。ねえ、特別料金を払わないといけないです。おった？暗いところで。よいしょ。めちょろやって言いたいんだね。いやいやいや。そう、美味しかった。美味しかった。美味しかった。あれ、月が見えますかね。うん。はい、皆さん大晦日。こんばんは。みんな。何ライジンとか見てんの？ライジンしてないの？え？してない今日は。してなかった。してなかった。知らん。本当。知らない。紅白見てんのかな。ジャニーズのいない。いない。ジャニーズカウントダウンもない。うん。今日風ね、でも今また風がちょっと出てきましたけど、すごかったんですよ本当に。うん、もう立てるのが大変でした。ね、うん、立てた後普段より多めにロープ固定しましたからね。本当にどんだけペグ打ったんかなと思うぐらい、はい、ポポさんこんばんは。はい、ウキさんこんばんは。はい、こんばんは。はい、あ、紅白よりこっち嬉しい、ありがとうございます。やっぱり夜はまあ、お天気が不安でしたけど、まずね大丈夫やった。そうそうそう。あ、亜美さんこんばんは。もじもじさんこんばんは。今日はね、藤川さんのねお誘いがあったからね、あの、そう、年末。かこあずかじさんこんばんは。年越しをそこで。そうそう。あ、かずさんも紅白よりこっちやってねって言ってくれる、嬉しい。もっとたくさん持ったらいいんですけど、もうちょっと、うん、時間ごめんなさい、遅くなってごめんなさい、ね。そう。はい。羨ましいわーっていうのよ。あまり綺麗に映らない。そうなんや。こまうつら。あ、風はちょっと今収まっとるかも。うん。今日はテントもね、うん、中にもストーブが2つあるんで。そうそう。うんうん。満タンやったけど、うんうん、一人は
車中泊に切り替えましたね、風が強すぎて。なんかね、車中泊の人とかね、そうそう、車中泊いいのかって感じないけど、でその後にもう一台、風をすっごい受ける人が場所をなんか特設テントみたいなところ、移動してから建ててる、おゆきさんはこれを期待して今日一日仕事頑張りました。嬉しい、癒しになりますか、なるほど、ね、ふぐふぐ言う。あら、みやこさんも紅白こっち、紅白よりこっち、これまだ懐中電灯もまだ暗いからね、まだあんまり光々とした明るいやつはちょっとうさぎさんの目が心配になるんで。おー、癒しやってよかった、癒しになっとるって。もうちょっと下に下げてあげたら、サイドステップ、サイドステップ横サイドステップ、負荷は量ぐらいのあれサイドステップか。ウォーターちゃんたちは向こうで見てる、うん、ウォーターちゃんいるのかな、仲良くし、仲良く、みんな静かやね、意外と。風収まったね、よかった。もう砂ぼこりがすごくてね、そう、砂嵐がすごくて、髪がガザガザ、口の中までジャリジャリになりったぐらい、耳の掃除したい、あれしましたね、今日あれした、あれがあれした、手の中も砂だらけやったね、そう、爪の中にもゴミが入って黒かった、爪の中ってこんなに黒くなるんやって思った。いやいや、まだまだ甘いわ、職人さんの手なんかも、あ、いや、そうですよね、職人さんの冒涜になるんだ。職人さんは職人さんで素晴らしい。さちくまさん、こんばんは。こんばんは。あ、でもだいぶ見てくれてるんやね、ありがとう、ありがたいですね。ハチマキウサギさん、こんばんぴょん、ぴょん、今4ぴょん、4ぴょん、5ぴょん、5ぴょん、6ぴょん、6ぴょん、今こんな、お、いっぱいある、あそこに、うん、あらららららら、こりゃ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 、喧嘩しました、キーキー泣きました、大丈夫ですか、出かけてに、どこ噛まれたの、噛まれた、出かけた、出かけたに、すごい、声が怖いよ、やっぱり携帯が、いや、すごい、びっくり、初めて聞いた時はちょっと怖い、そう、あ、さちくまさん、ごめんなさい、エンタの神様見ながらです。いやいや、全然、あ、そっか、エンタの神様しようか、いや、あれは撮っとんよね、あれよ、あれ、あれ何やった、なんちゃらそう、お笑いそうや、え、お笑いそう、お笑いそうは録画してきた、お笑いそう、え、お笑いそうやった、いやいや、わからん、
テレビは番組は分からない。ブルゾンチーミが最初に出たやつ。あれお笑いそうやったよ。格闘技シオンですか。大臣やるよね。シオン、なんか録画しようと思って見たけど、ペーパービューなんかな、分からんかったな。あ、ないない、そうウッキーさん、ないないのお笑い、そうあれは録画しとる。あれは好きなんですよね。またテレビ番組の話ばっかりになるんじゃないの。あ、本当よ。と相棒よ、明日ね、明日が相棒。仮想権の女がない。本当はジャニーズカウントダウンも撮りたかったけど、ないけん、多分。そうね、多分今年はないですよね。知らんけど。井岡はどうなった？ボクシングの井岡は勝ったんですかね？え、今日しよん。今日やなかったっけ。おお、また喧嘩しようじゃん。この白いやつとあれ。あ、ないですね。やっぱ格闘技ないですよね。ペーパービューなんかな。だって誰が誰と戦うとか言わんことない。いや、今日は朝倉海と誰が戦うとかって言った。うん。いっぱい来た。いっぱい来た。ここから。来れるかな。でもグループが違うから来ないかな。面白そうだったかな。あ、やっぱり面白そうだった。相棒私も見ます。お、さちくまさんも。スノーマン YouTube やってますよ。そうなんや。あ、今生 YouTube みたいな。スノーマンすごいよね今。うん、なんかスノーマンの踊ダンス完コピみたいなやつはちょっと面白かった。わあ、綺麗。綺麗ですよ皆さん。めっちゃ綺麗。ドラえもんどこでもドア出して。ああ、ねえ、ぜひぜひ。ぜひ見て。まだ本当はね、明日の初日の出。うまくいけば初日の出でライブができそうなんで、ねえ、いけそう、うん、この雲が今ないからね。今年はね、ほんとね、この間の投稿にも書いとったけど、2人ともコロナから始まってね、うん、2023年は大変よ。はい、で車が1台壊れて、うん、でまた新しい車を買って、で6月に私が大動脈解離で倒れて、まあ、奇跡の生還をができて、うん、でもうね、でまたあの3ヶ月後復活して、うん、多くの島に来ることができて、うん、でまたその後にもう1台車がしゃがみまして、うん、注文したらダイハツショックで車が来ないというのが来ましたけど。ね、まあ本当これ以上のことはないので、来年は、うん、いいことバンバンありますよ。いいことバンバン、シーザンマイ、ほんまよ。ヨコさんこんばんは。はい、やっぱ大人の子が多いよねこの辺はね。だいたいあの道の反対側に巣穴が結構並んどんで、あっち側の方に帰ってしまったと。波乱万丈。ほんまですよね。本当よ。うん。そう、あとは上がるだけ。まあね、病気の方はね、完治したわけではないので、病院、ね、先生と、うん、経過観察しながら、うん。あと、カキちゃんの DV に耐えながら頑張っていこうかなと思って。DV とカキちゃんのあの暴言、うん、うん、いじめに耐えながら頑張っていきます。はい。頑張れよ。うん。そうそう、あとは眼科にも行かんって感じね、ほんとね、ちょっとね、目が
うん、目がねちょっと左目が見えなくなったりとかするんでね、うん、目が小さいじゃなくて目が小さい言うなバカにするんですよあれ、ありがとう、いじめるんですよ、うん、僕カズさん本当ですよ、いじめなんですよ、うん、お前目見えとんかって言われますからねカキちゃん怖いです、なんなら傷口エグロかって言われますからねエグロかい言ってない、ナズロかい、そう、定規でやろ、うん、定規を縦にして縦にしてやろ、怖い怖い、うん、そうそう、今日はね、あの休暇村までさっき歩いてきたんですけど、あの、うん、イノシシはいなかったです、うん、うん、はい、イノシシがいたらね、あのカキちゃんの小艇、そうそう小艇でやっつけますから大丈夫ですよ、波動拳、波動拳覚えたね最近、うん、鉄拳を、ちょっとだけ近くに行こうかな、よいしょ、こんなにね寒くてもね頑張ってますよね、でも結構あの周り警戒して耳を立ててる子も多いんで、それほどめちゃくちゃ寒いわけじゃないかもしれない、みんなかきちゃんのいじめっぷりにみんな笑いよるけど、賛同してないやろあの言うときますけど、あの夫婦漫才ではないんですよ、激あらに私のあの告白、涙の告白ですからね、呪術廻戦のなんちゃら先生、なんちゃら先生また、いや、それは、なんとなくわかるけど、映そうかそれ。呪術廻戦のなんちゃら先生、こんなおしゅん。呪術廻戦、なんとか先生、五代先生。五代先生、そんなんやった。こんなんやなかった。また下げに言うけど違うんやないんかね、それ、うん。見てないやろ。この間夜中にショーを見たけど、ちょっと怖かった。怖かった。お化け屋みたいなの、ちょっと怖かった。ああ、ねえ。まゆみさん、こんばんは。はい。こんばんは。のんさん、こんばんは。こんばんは。かきちゃん、かっこいいって、また調子に乗るけんね。調子に乗るけんね。そう。そう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 ね、え今日はあのうさぎのフェリー、うん、あの置物、うん、写真撮ったんでまたアップしますね、かきちゃんのフ子供みたいに順番待ちして待ちよって写真撮ろうと必死にあれ、一緒に撮りましょうか、そう、二人撮りましょうか言うけど、僕はいいです。あれ、ゆきさんなんかこれ、かきちゃんの、よちゃんに対する愛情表現って言うけど、いや、本当そうよ、愛情がないと言えないよね。本当今日なんかもう、おい、それ撮れや、とかって言って、もういじめられて。怖い。どうしたの、急に耳いっぱい立てたら、あの、イノシシさんが来たんかと思って怖いやんか。え来たのかな、でもウサギやと思う。ちょっと違うよ、ちっちゃいよね。アイスフートが小さいね。ああ、いっぱい食べてくれる。うん、な。あ、エサがなくなった。そうなんですよ。そう、涙の告白ですよ、幸子さん。本当。うん。シロプさん、こんばんは。かきちゃん映ったって。そうそう。かきちゃん可愛いやって。嘘。嘘。シロプさん、こんばんは。いや、こんな顔でもいいですか。エレンのママさん、こんばんは。ちょっと待ってよ。
これこう悪い顔ですからねいつもあんな顔なんですよ僕に接するときは。怖いでしょ、うん、そう、うん、まあいろんなことありましたけどね、前向きです。前向きに頑張りますよ、うん、絶対今日、ね、今年以上の以下のことはないですからね、うん、集まってきたね、うん、けどもう餌ないよ、餌をもう一回補充しに行こうか。そうなんですよ、手のひらで転がされてますからね、もじもじさん、うん、ともういつ頭が泥団子ぐらいにツルツルになったらいいの、ね、泥団子泥団子言ってよ、そう小学生しか使わない泥団子アホやなそうだよ、かきちゃん可愛いよやって成田さんが、うん、かあこれあらら、ヒエリンさん、どうしたんどうしたん、みんな大丈夫、ほんと僕の告白を聞きましたそうそう、僕の時間がある時には僕ね、もうちゃんと毎日、毎日じゃないけど空いてる時はね、送迎朝はサロンにお送りさせていただいて、うん、で夜は定時になったらそこにお迎えに行って、はい、って感じです。させていただいておりますが、こんなにこんなことを言われるんです、うん、まあでもね、あのぶっちゃけ愛は感じてるからね、うんおそうそう、大みそかだよね、忘れとくやった、大みそかやった、そうそうそう、ブラックかきちゃん、ブラックかきちゃん怖いですよ、かきちゃんも言うても2本ぐらいしか飲んでないけどね、うん、そんなにはあれです、うん、うさぎを探しようかな、ここ餌がないからここに来てください、カンタ、よいしょ、あ、ミミさんこんばんは、そうなんですよ、ヒエさん、いい子、いい方向にしか考えたらいけないんでね、よっちゃんジューシーさんこんばんは、はい、綺麗に餌がなくなりました、はい、師匠、シェフ師匠ありがとうございます、テカテカ泥団子って泥団子、うん、うさぎを探しようかな、あら、清成田さんもかきちゃんファンクラブだしって言って、会員制でしたかね差し熊さんもあのかきちゃんファンクラブに入会希望やって、うん、いくら金額いくらやったんかな、どうしましょうかじゃあペソで、ペソペソペソ、うん、いやあのあまりそうか、わからん、あの通貨言うたらいかんよね、ピョンキさんも入会しますって言うけど、お高いですよきっと白玉さんこんばんは、ちょっとね一回テントに戻ってちょっと餌がなくなっちゃいました、ごめんなさいね、よっちゃんも押しやって、んよっちゃんも押しって、本当ありがとうございます、僕はお金払いますので、お金本当だ、聞こえる、あ、来てくれた、おーちゃん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 、かわいい、よっちゃんさんの方が会員安いんでしょうか、それも逆にお金払うよるけね、うん、そうそうそう、ミミさんこんばんは、島で、島で年越しですよ、見て見て見て、これかわいい、いっぱい来てる
眼神さっきの、さっきの男の子さ、めっちゃなんか寂しよるよ。めっちゃ寂しよるよ。何が逆に怖かっ、怖いんや。そうよ。何探したの。しかも、なんか、なんかすごい、ちょっと怖いよね。よし、ウサギを必要に探しようかなって。ちょっと怖かった。これラミちゃん？え、ラミちゃんなの？あ、ちょっと待って、ラミちゃん、ラミちゃんなの？ねえ、ねえ、あっち行ってしまった。あっち行っちゃうね。ラミちゃん、かわいい、かわいい。あ、来て、足元におる。いらっしゃい。タミちゃん来んの？ないよ。タミちゃん泣いたいな。どこで帰ってこしようか。ほうほう。こちらがストーブです。どんどん来ます。立ち代わり、立ち代わり。もぐもぐ可愛いですよね。もうあと2時間や。風がね、挟まってて良かった、うん、さとりさん、もう今年も2時間、あと2時間ですね。かわいいなと思って。かわいいよ。 おセンチになっとった。センチメンタル。なんのこっちゃ、なんのこっちゃ、なんのこっちゃ。そうそうそう。でもこんだけね、うさぎさんが遊びに来てくれて嬉しいよね。うさぎビュー。まるちゃん、パルくんさん、こんばんは。こんばんは。テントまで遊びに来てくれてます。今日は寒いのでね。あ、そうだ、お薬飲むの忘れとった。やばいやばい。そう、そうそう、ジェイさんのお薬。そうそう、僕のあの癒し。そうです。いや、僕の癒しはウサギでもあるんですけど、カキちゃんです。
あんなにいじめられたって言っている板垣さん、こんばんは。こんばんは。どういうのひどいな。うさぎさん、こんばんは。こんばんは。そう、今思い出しても薬飲まなきゃって思って思い出してよかったね。うん、よいしょ。ちょっと忘れない。ラブラブやヒューヒューやって、みんながヒューヒューってヒューヒューだよーって。何やった？マキセリホだよ。マキセリホか、それヒューヒューだよー。本当にウサギさんたちに感謝です。お二人にも出会えて本当に感謝です。体大事にしてくださいね。ありがとうございます。ともちゃんさん、こんばんは。あっち、あっちちーゆで閲覧者増えたって。ちゃうちゃうさん、ありがとうございます。あくめさん、こんばんは。みん、年越しテントですよ。ありがとうございます。お、ふわふわちゃん来てくれたけど、これラミちゃんじゃないね。え、そう、ラミちゃんじゃないよね、これちょっと違うよね。ラミちゃんもうちょっと向こうやもんね。ラミちゃんもっとなんか、顔が、そうか、ほっぺの毛が、うん、もうふわふわですね。そう、いっぱい来るんですよ、みんな入れ替わり立ち替わり。ここに来たら風も避けれて飯もあるぜ言うて。そう、あー、ふわふわラミちゃんじゃなかった。でもさっき来とったのラミちゃんやった気がするんやけどな。違うね。ふわちゃん来てくれてありがとう。カンタ君、カリンちゃん、ラブラブなのを見たら飼い主さんもラブラブな証拠やって嬉しい。夜の屋台になって、そうそう、前みたいにね、いらっしゃいみたいな感じで。本当よ、風よけに。すげえ、すげえ。うさぎさんいっぱい来とるかもしれない。おお、すごいな。やっぱすごいね。やっぱ人参は最強やね、うん、私たちはキャベツをあげないんでね。そう、あんまりね、うん、おててがかわいい。おててがみんな乗り出してすごいね、みんな大人気。そう、うさちゃんやったりです。すごい勢いで食べてますね。おお、今日の投稿でね、月見ちゃん、うん、月見ちゃんがね、妊娠巣作りをし合ってました。すごい、はい、亡くなりました。うん、怖い怖い怖いよ。おー、下ららら、来たの。怖い怖い、怖い怖い怖いよ、噛まれそうよ。野生で切るって大変ですよね。
みんなどうしたの？あ、島に通い始めてキャベツ嫌いになりました。あらちょっと待ち、あれあげとき、ね、スライスしてあげとき。いなくなりましたね、葉っぱ。うちの子も人参葉大好きです。おお、やっぱり。ちょっと待って待って。スライスで。ちょっと待って待って。スライス？スライス。スライスしてくれ。スライスするけん、ちょっとさ。スライスしてくれないって、ちょっと待って。待ちなさい。うさぎが好きなの？何ですかね。スライス待てませんでした。でも昨日は人が多かったみたいよね。うん、なんか冬休みはね多いみたいね、人が。次気をつけて。もう息子に指が飛んだね。なんか ここは喧嘩せられ、喧嘩せられ、危ない葉っぱ。私はいろんな出会いと別れもありましたもので、こうして元気に食べているうさぎさんたちは元気で長生きしてほしいと願います。ありがとうございます。本当やね。みんなすごいな。眠たくなる。眠たいんやろ。島子みんなが幸せに暮らしてほしいね、ほんとよ。もうそれ食べてくれるかな。食べて。耳についといて、ふわふわちゃん。あ、ゆきさんもに人参スライスを夜中にシャカシャカしようや。この密集、狭いとこの密集でのか、噛んでしまうかもしれんけどね。これを手離したらもったい逃げるけんね。逃げる。おう。すごいね、みんな。おう。ちょっと待って。もう危ない。手が危ないもの。あららら、あ、越えてったな。これは。それですか。
大津兵といえば。うん、というか こんなに可愛い子たちも悲しい出来事が起きないように。うん、というか。あ、久米さんありがとうございます。健康第一でこれからもよろしくお願いします。本当に、うん、たくさんのね、本当に皆さんからもたくさんご支援もいただいて、本当ご支援ご声援ありがとうございました、うん、本当にね、本当に感謝してます。これで、あら、ここにも入っとるけど、来年も頑張れるよね。本当よ、ありがとうございます。みんなそば、そば食べよう、そば食べるんですかね。食べるんですか。あれは年越しそばやけど、年を越す前にそばを食べるんだ、うん、年を越す瞬間に食べたい瞬間に食べたい、うん、食べるもんなの。いつ食べたらいいかわからない。ダメなの。そう、健康あっても人間に勝つのなんで、健康第一で。そうよね、体が強いね、本当。ね、おお、おしっこ。そう、うん、今年はね、飛びちっこもね、顔にかけられてるしね。うんうん一本食いしようかわいいな、うん、こんなテントの中から、うん、ね、見てるよ。めちゃくちゃいいアングルで贅沢なんだね。ピーラーがなった。手荷物ですと厳しいんか。ピーラーダメなんや。ピーラーでどうやって事件を起こすか教えてほしいよね。ピーラーでね、どうやって事件を起こすか聞いてほしい。一本のあのお麦お蕎麦かお二人でチューチューしてください。ちゃんとね、どん兵衛、年越し用のどん兵衛買ってきてるんですよ。うこの子やったんかな、遊びに来て中をチェックしてくれたりとかしちゃった。いや違うね。違う。ピコーンとこう飛び越えて、うん、テントの中入ってね、歯ぐすりして回る、うん、ゆうかさん、今さっきこうさちゃんもいましたよ。今出ていきましたね。また来ると思いますよ。今さっきいた子がこうささん。これこの子、あら、今走っていった子。あれはちっちゃいですよ。あそこにちこっと見えるかな。
これはね、まだちょっとお兄さんですね。これふわふわの子ですね。うん、真正面からこうやって長い家の牧草とかなんかちょうど真ん中ぐらいからおるやないですか。あれが可愛いよね。あそこですか、うさぎ島に来たのが最高の思い出ですよね。うん、私も結局大病を患って、3ヶ月間来なかったんですけど、最終的には30回かな上陸ができました。あ、これちっちゃい子ですよ。大きさが分かりづらかったらこう引いてみましょうか。交差ちゃん、うん、パパさんママさんって、あ、ゆうかさん、うん、私たちのことですか。私たちはじゃじゃん、ダブルストーブまあこのダブルストーブは全てカキちゃんに向かって向いてるんですけどね大丈夫です、あったかいです、テントの中やから。この子もちっちゃい子ですよ。大きい子が来たら分かりやすい。入れ替わり立ち替わり、うん、すごい。うん、ちょっとね広かったんでね、ダブルで今こっちが寝せてるんですよ。うさぎさんがね暑かったらいけないからね。うん、うん、今日ここですごい中でこう楽しくなって、うん、ピョーンとかって跳ねてこう反転したりとかしてテンションマックスのうさぎがいたんだよ昼間。そうなの。うん、かわいいね。そうそうそう、カキちゃんね眠たくなっとんですよ。もう船もうねストーブの前にいるからね。そんなことない。そうばっかり、いつも車の横でふっと横を見たら寝てるやん。そうそう、カキちゃん専用。そうです、運ぶのは僕の役目だけどカキちゃん専用です。はい、目つぶってます、かずちゃん。そんなことない。僕のは本当は僕これ一個僕のストーブなんやけど、うんうん、全部取られました。嘘よ、嘘嘘嘘、かまかま大丈夫よ。僕のものはかきちゃんのもの、俺のものは俺のものいつもそうって言われてます、叩き込まれてますんで大丈夫ですよ。これはね、ガスストーブなんですよ。ガスのボンベ。うん。ですから、一個はやっぱりね、やっぱちょっといいやつの方がいいですね。一個は左側のやつはね、岩谷の分かな。セーフモードってね、やっぱり一本がなくなるのが小さいです。こっちはね、ちょっとやっぱり、あれ、間口が大きいけんかの、なくなる率がすごく早いです。たくさんねガスのボンベ持ってきてるんでね。あとご飯、これをね横にひっくり返したらね、こっち側の分なんかはねお湯を沸かしたりとかできます。ほら、あそこで靴の匂いを嗅いでる。かきちゃんの声が聞こえんって、寝てるんですかって言って、ちっちゃい子2つ。おすすめはね、3月の後半ぐらいから、やっぱりちょっと2月ぐらいまでちょっと寒いかもしれないですね。3月4月でゴールデンウィークはダメですよ。でなるべくね日土日は
興味津々。飛びちっこしとけよそこに。かきちゃんの、かきちゃんのおしっこ。かきちゃんね。気をつけて、気をつけないといけないのはやっぱり、そうそう、土日はね、やっぱり観光客の人が多いからね、あのもし宿泊やったら、あの平日も絡めたら一番いいかもしれないですね。今日も2話か3話ぐらいはこの中に入ってきましたよ。ネズミもいるんで、それだけ気をつけないといけないです。こうやってゴミ袋をね、あのぶら下げてるんですけど、もうこっち側の方にぶら下げないと、このテントの生地はね、登りますね。ある程度の人は前も知ってるかもしれないですけど、はい、ジャンプ。そうよ、ちゃんと閉めてなかったんやろ。うん、早めの、まだもう10時半やけん、早めにするか、もう一回、もう一回空気入れるか、うん、どこにあるかわからんのよ。聞いたんよ、かきちゃんに、どこに置いたのって。あった、うん、ちょっとそれライブをやめろ、そしたら、うん、すいません、緊急でエアベッドがね、ちょっとエアベッドを入れるんで、うるさくなる、すいません、ちょっとまた、じゃあ、良いお年を、良いお年をか、うん、あの、お蕎麦、お蕎麦茹でたらもう一回するか。ちょっととりあえず良いお年、そうそう、よりやすいません、じゃあ良いお年を、皆さん初日の出行ってくるんで、ありがとうございました。